気仙沼の梅村マルティナです。こんにちは。今日は腹巻き帽子の残りの糸でモグラグラブを編みたいと思います。モグラグラブって何？これです。わかりますか？モグラみたいに指が出てるグラブですね。はい、とっても便利です。スマホもいじられるし、切符も買えるので、本当に、はい、あると便利ですね。あと、こういうふうにもできるんですよね。そして、編み方も簡単です。基本的に、ゴム編みですね。ほんで、すくい通じで自分の手に合うような形に作れるんですね。毛糸もいいし、コットンで編んでも大丈夫です。編み方一緒に見てみましょう。まず材料をご紹介したいと思います。腹巻き帽子で編んだ残りのチリ 40g ですね。で、同じ腹巻き帽子で使った 4mm の 40cm のバーバリを、使いたいと思います。はい、そしてお揃いのものロスなしで編もうと思えばリピートを意識しないといけないんですね。で、リピートっていうのは何ですかね。リピートというのは、繰り返しですね。模様の繰り返しです。で、このチリで一番わかりやすいのはその白黒のところですね。つまり、例えばここの白黒とここの白黒まではワンリピートですね。それを意識すれば毛糸を読めるようになりますね。はい。で、このチリの部分でリピート何個あるか今ちょっと数えたいと思います。1,2,3,4,5,6,7 ですね。で、60g ですね。40g 残ってて、おそらく、60g ぐらいは使ったという計算になります。はい、ちょっと用意、しました。このイラスト、腹巻きのチリの部分、ここでイラストで書いてあります。で、7つのリピート。で、60g 割る7は 8.6g です。つまり、1つのリピートの重さは 8.6g。ほんで、この玉に何リピート入ってるか知りたいんですよね。残りの 40g 割る1リピートの重さ 8.6 は 4.6 リピートです。そう、4.6 リピート、ここにも貼っときますね。4.6 リピートがここに入ってるんですね。つまり、右と左編もうと思えばそれぞれ2リピート余裕で編めます。次は編み方ですね。基本の編み方は2目ゴム編みです。2目ゴム編みで平たく編みますね。で、目数は58目でいきたいんですね。目数変えたいと思えば4の倍数プラス2目と思ってください。で、両側に表2つ欲しいんですね。ですから、ここでプラス2になってますね。半分の模様は付け出してますね。なんでかっていうと、この平たのものを今度こういうふうに丸くしますね。で、こっちの糸とこっちの糸を使ってすくい通じするので、その一番外側の目、両側の目はこの縫い目に入っちゃうのでプラス2ですね。で、そうすると本当に綺麗に模様が乱らないような、すくい通じができます。はい、そして早速作り目に入ります。このぐらいのものをすくい通じの分と糸始末の分を残します。で、いつもの最初の目を結び目にしますね。
で編み進む作り目で58目を作りたいです。しばらく作り目に集中したいと思います。はい、58目ですね。次1段目を編みます。はい、1段目は表2つで始めますね。下から針を入れて、おいでおいで糸を出して、んで抜きます。表目ですね。腹巻き帽子でずっと使ってた目ですね。で、腹巻き帽子しか編んでない方は、まあ、裏目まだ編んだことない方には、あの裏目を説明しますね。と、糸を手前にして、で、この右の針でこのかけた糸とこの目をすくいますね。で、ちょっと大げさにしますね。腹立たせて、で、この左の人差し指はこういうふうに動いてくれれば楽ですね。もう一回こういうふうにすくって、で、糸を真後ろに回ってますね。こういうふうに向こう側に抜きます。はい、裏2つですね。で、また表2つですね。で、また裏、こういうふうに真後ろに回して向こうに抜きます。こんな感じですね。2つですね。で、また表、表、で、裏、こうですね。こうで、しばらく2目ゴム編みを編みます。そんで、最後、今裏、裏2つで、最後の目は表になりますね。これは合ってます。両側に表目あるので、後ですくい閉じは楽です。はい、ひっくり返します。そして今度裏で始めますね。裏を2つ編みます。糸を手前にして、で、ちょっとこう押さえるとやりやすいんですよね。で、同じように巻いて抜きます。後ろに巻いて、で、向こう側に抜きます。で、表2つ、裏2つ、またしばらく編みます。もうすぐ2段目の終わりですね。はい、今最後の4目ですね。表、表、裏、裏、両側裏目で終わってますね。合ってますね。で、また持ち替えて、で、ずっと同じことを繰り返します。目を見た感じを編みます。また表2つですね。表目2つ、裏2つ、表目2つ、裏目2つ、ずっとこれ、ワンリピート、とりあえず終わるまで続けて編みたいと思います。はい、今ほぼワンリピートが終わるまで編みましたね。わかりますか？また白黒が出てきました。この始まりと同じところですね。
こう合わせれば合ってますね。はい、で腹巻き帽子に当てるとちょうど、まあ、リピートがねこう長くなりますね。この白黒があって、でピンクがあってベージュがあって、でまたこれからこの白黒の、うん、ところが出てきます。で全体のモグラグラブは、まあ、倍の長さになる予定ですね。ですからちょうどいい長さだと思います。じゃあ2目のリピートも編みたいと思います。そう、今ベージュの色がピンクに変わってまして、そろそろ伏せ目のことを考えないといけないかなと思って、はい、今こんな感じですね。で、糸を引っ張るともうここで次のモグラグラブを始めたいんですね。今右を編むとすれば、左の分はここから始めたいですね。こっちの分と合わせて、はい、で一旦ここで切りますね。糸を切ります。でこっちは伏せ目、いつ入ればいいのかなという話になります。でそのために、まあ前編んだところを参考にできるといいんですよね。おさっぱなルールとしては、2段分の糸が伏せ目として足りるんですね。ほんで、模様から来て、今ここのピンクの一列がここにあります。ほんでまたベージュが来て、ほんでもう一列ピンクが来て、んでもう少しピンクがあって、そして白黒が始まります。ですから、2段以上あるので大丈夫だと思います。はい、あとこっちの後ですくい当時の分も考えれば今ちょうどいいところだと思います。はい、んで伏せ目ですね。伏せ目はかぶせ目になります。目を見た感じで編んで、ほんでかぶせる。はい、裏目で始めますね。裏か表どっちでも大丈夫です。裏目を1目を編みます。もう1目を編みます。前編んだ目をかぶせます。つまり左の針をこの先編んだ目に入れて、でこの後で編んだ目をかぶせます。はい、で次の目は表目ですね。表目を編んで、でまた先編んだ目をかぶせます。また次の目を編んでかぶせます。かぶせ方は同じですね。裏目と表目、次また裏目ですね。編んで前編んだ目をかぶせます。もう一目見ますね。こんな感じになりますね。つまり目がまっすぐに立ってるんですね。ほんで伸縮性もあって、というか逆にあまり緩くしなくても大丈夫です。そしてちょうど生地が綺麗になるような感じですね。特別緩くしなくて大丈夫です。はい、じゃあしばらく伏せ目します。
はい、あと4目ですね。表目を編んでかぶせます。表目編んでかぶせます。裏目かぶせます。最後の裏目も編んでかぶせます。はい、このぐらいの糸が残ってます。で、最後はもう一回引いて通して出します。そうするとここでちょっとこう綺麗に収まります。これで右のモグラグラブが編み終わりました。あとすくい通じの分は後で一緒にやりたいと思います。先に左分のモグラグラブを始めたいと思います。はい、糸こういう風に合わせて、でまたここで結び目、最初の目を作って作れば、ここで同じものが作れます。はい、でまた同じく58目を作り目をして、左のモグラグラブを編みたいと思います。ただいま両方編み上がりました。で、早速すくい通じに入りたいと思います。まず右の方から始めたいと思います。すくい通じは表側でやりますね。表っていうのは両側に表目のあるところですね。で、折っていただいて、で、こっちの糸はその親指の穴の手前まですくい通じをします。で、こっち側の糸はその穴の大きさを決めたいと思います。こっちからすくい通じやります。では早速、はい、始めたいと思います。まずとじ針を使います。表側ですね。両側表側です。はい、でまず0段、つまり作り目のところで、その両方の編み地をつながりたいですね。こんな感じでつながってますね。で、こっからそのすくい通じやりたいところを探します。そう、この表目の間、こっちは表目一つで、こっちも一つ、この間の横の糸を二つずつをすくって、今二つですね。で、こっちもこの間のところで横の糸二つをすくいます。はい、んでさっき入ったところをもう一回針を入れて、んでまた1、2、横につながっている糸を取ります。でまた反対側にまた前の糸出てきた穴に針を入れて、ね、また1、2すくいます。で、今黒いところ分かりやすいですね。針を入れて1、2で、私この左手の人差し指を台にしてますね。この入れて、でその上で
やると便利ですね。で、今分かりやすくなってますね。この白い糸が出てくるときに針を入れて、でまた1、2、はい、でこれをしばらくやりますね。1、2、すごい分かりやすくなりましたね。今色違うので、1、2、1、2、1、2、1、2、はい。でこのぐらいになってたら一回ゆっくりと引っ張りますね。全部引っ張ります。そうで、ゆっくり鳴らします。そうすると綺麗な縫い目になります。はい。でちょっとこう自分の手を入れて、あ、もうちょっとあと 2、3目やりたいと思います。はい。また手に取って、で今向こう側で出て、こっち側にその黒い糸が出るところで針を入れて1、2、でまた上の方1、2、でもう一回やりますね。1、2、で最後こっちで1、2、でもう一回引っ張って鳴らして、で多分ちょうどいいくらいですね。でここがポイントですね。裏返して、でここで丈夫にできるんですよね。こういうふうに何回も何回も3、4回ぐらいこうぐる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 やれば、この一番のストレスのかかってるところ丈夫になりますね。それ一つの理由として、なんで輪で編まないかっていうと、ここ丈夫にできるから、はい、平たく編んでます。で糸始末します。この辺でどうせ裏なんで見えないので、ここにくるくると、こうつけて、はい。でギリギリ、こんな感じですね。で下からも同じようにしますけど、この糸はちょっと長いんですよね。んで、すくい当時は、短い方がやりやすいので、ちょっと長い、ここまで、ちょうどこの赤いところまでやりたいと思うので、直線で測って、糸はここまで使って、あと、糸始末、このぐらいがあれば、これで十分ですね。ですから、ここを切りますね。そうすれば楽に縫えますね。はい。でまた先と同じように作り目の段で両方つなぎたいと思います。0段でまずつなぐだけでいいです。そう。でこの列を1、2、でこっちもその外側の表目が立つようになるようにしますね。引っ張りまして鳴らします。はい、綺麗ですね。
じゃあしばらくやりますね。はい、その赤いところまでやりたいと。明日ね、もうすぐですね。1212ですね。でまた引っ張ってで鳴らします。はい、でまた裏返してでまたここで補強したいと思います。糸し始末します。はい、出来上がり。あと右も同じようにすくい閉じしたいと思います。両方出来上がりました。暖かいです。どうでしたか？できましたか？お揃いのものやっぱりいいですね。はい。で、こっちの分まだ余ってますよね、毛糸。まあ同じモグラグラフ作ってもいいし、今度アームカバーでも紹介したいなと思ってます。また見ててね。チュース。